さあやってきました MUP Week 18ですね、皆さん広告ウェブマーケティングっていうのは2種類あります。有料と無料ですね。言ってしまえばオークションマーケティングかクオリティマーケティングか、これは僕がいつも言ってきますよね、まずオークションマーケティングって何かっていうと、お金を多く払えば多くの集客ができる。これは例えば Google のリスティング広告だったりとか、あとはバナー広告だったりとか、多くお金を払えば多く集客ができる。これが従来の広告でした。ただ今の時代の広告ってどういうことかっていうと、もうクオリティのマーケティングなんですよ。例えばインスタグラムでセンスがあるかとか、 Google の今回言う SEO に対しても、記事の内容だったりとか、そのクオリティっていうところで Google にいくら何百万積んでも Google って上に出してくれないですよね。そのクオリティマーケティングで、特に個人事業主とか中小企業っていうのは勝たないといけないんですよ。なぜかっていうと、オークションマーケティングっていうのは資本勝負ですので、絶対に大手には勝てないと。であれば、僕ら中小企業、個人事業主が、絶対に勝たないといけないっていうのは、このクオリティマーケティングの部分なんですよね。このクオリティマーケティング、今回 SEO でやってきますけれども、どういうふうにして Google っていうのは、このクオリティがいいって言って上に掲載してくれるのか、この情報についていろんなやつがいろんなこと言ってますけども、信じないでください。ほとんどの、ね、やつはこのウェブマーケティング業界っていうのはマジで 99% はそこら辺のただ会社員経験も何もないようなフリーランスがやってるようなことの情報で溢れ返ってます。その情報をいつまでも参考にしてるからずっと集客ができないわけですね。今回は僕が言うこの SEO について、徹底的に皆さんに発信していきますので、そんなことだったの、そんなこと分かんなかったの、それでずっと頑張ってたの、めちゃめちゃ無駄な努力やんみたいなのをマジで気づく動画だと思います。今回15分から30分これについてちょっと、お話ししていきたいと思います。まずですね、めちゃめちゃ簡単な、ことから始めましょう。まずそもそもね、なんで僕らって Google を無料で使えてんのって話ですよね。なんで Google ってオークション的にね、お金を払えば僕のサイトをトップにしてくれるみたいなことをしないの。だってそっちの方が Google 儲かるじゃんと思いますよね。当たり前にそれはしません。なぜかっていうと、例えば僕が、新宿の美容院の、オーナーだとしましょう、ね、僕は結構儲かってますよ。で、お金払うから渋谷の美容院って検索した人のページに僕の、検索結果に僕の新宿の美容院病院のホームページを出してくださいって言って、 Google がこれをもし分かりましたって言ったら、渋谷美容院を検索した人に対して新宿美容院が出て、求めてる情報と違う情報が来ますよね。そうするとユーザーって減りますよね。ユーザーが減ると Google を使う人っていうのはいなくなって、お金を払う人もいなくなりますよね。なので Google っていうのはユーザー第一の情報形成っていうのをいつでも徹底してます。これは当たり前です。でもこれが、Google がなぜ SEO を重視するかっていう、まず根幹の部分ですね。で、じゃあどういうふうに Google ってクオリティの部分をチェックしてるのかっていう、どういうプロセスでチェックしてるのかっていうと、これはクローラーというものがあります。僕らが作るウェブサイト、このウェブサイトっていうのはどういうもので作られてるかっていうと、 HTML だったりとか CSS だったりとか、言語というもので作られてますよね。コンピュータープログラミング言語とか聞くじゃないですか。その言語をガーッと星の速度で読み込む、システムがあります。クローラーくんですね。このクローラーがこのウェブサイトにはこんなキーワードのこんなことが書いてあるよっていうのを Google のサーバーにインデックス登録をして、その登録したのを Google の、Chrome だったりとかブラウザって呼ばれるものに独自に順位付けをしている。だから、そういう Google の本当に 100% 独自のクローリングとインデックス順位付けっていう、このプロセスで僕らのサイトの順位が決まってるよっていうことですね。で、ここが重要です。今から皆さんに SEO のことをいろいろ言っていくんですけども、細かなテクニックだったりとか、今まで皆さんが知らなかったようなことも言っていくわけですけども、まずそもそもで、今例えばあなたがホームページを持ってるとしましょうね。今美容院だろうがカフェだろうがプライベートジムだろうがね、あなたのホームページがあるとしましょう。僕竹花高木なので、竹花高木 .com っていうものを持ってるとしましょう。で、そのウェブサイトをいくら皆さんが頑張って SEO を上げようとしても、これは無意味です。無意味です。なぜと思うよね。ここから、これが一番重要なんです。人の購買行動を皆さん考えてください。人の購買行動をまず考える。これ何かっていうと、例えばオンラインの購買から皆さんが広告を見て、オンラインでね、実際に購入した後までのプロセスっていうのは、まず、例えばインスタグラムを見てますって言って、インスタを見て、あの美容院のね、あの投稿が出てきましたね。友達がなんか美容院って、あ、この美容院良さそうだなって美容院を見てね、その美容院に気づくアテンションですね。で、その美容院の、投稿を見て、あ、この美容院いいな、こんな人が行ってんだってインスタ上で見て、あ、興味が湧く。こんなところはよくありますよね。これがインスタじゃなくても
そこら辺のカタログだったりとかテレビ CM だったりとか何でもいいです。でその後皆さん何やるかってサーチをするんですよ。サーチ、例えば竹花美容院っていうのをインスタで見たとしたら、その竹花美容院を皆さんは Google でも行く前に必ず検索しますよね。あ、この化粧品いいなって言ったら、その化粧品をインスタの情報だけじゃなくて、カタログの情報だけじゃなくてネットでも検索しますよね。でこのサーチをした後に皆さん次にやることが比較です。もっといいものないかな、もっといい美容院ないかな、比較をするんですね。でその後検討して実際に購買行ったりとか来店したりとか購買につながります。でよかったらそれがまた共有シェアしたりするわけですね。こういうふうにオンラインのプロセスっていうのはアイセアスの、行動の通りになってますね。でここで一番 SEO で重要なのがここですね、コンペアの部分です。皆さんがその商品を買う、そのお店に行く前に必ず比較というものをやります。いきなり Google を見てトップに来たところに行かないんですよ。必ず比較をするんですね。ってことは比較をするって考えたとしたら、で皆さんが竹花美容院っていうのを検索見ました。竹花美容院ってもっと知りたいなって言って Google で竹花美容院って調べました。で皆さんが最終的に知りたい情報っていうのは竹花美容院についてではなくて、竹花美容院を比較しているサイトなんですね。なので竹花美容院のホームページではなくて、竹花美容院のを比較しているホームページね、メディアを見せないといけないんですよ。なので皆さんが SEO 対策をするのはこの通り、自分のホームページではなくて、自分のホームページを比較している比較メディアを皆さんは作らないといけないんですね。なのでいくら皆さんの会社のホームページをね、一生懸命 SEO 対策をするって言ってもそれは無意味です。皆さんの会社のホームページを紹介している、比較媒体を皆さんは構築していかないといけない。これをオウンドメディアとか言ったりするんですけども、なので、これやらせ情報とか結構やってるんですよ。某大手の、ゲーム開発会社って自分の開発したゲームをね、よく見せるためにいくら自分でこの、ものはいいよ、ゲームはいいよって言ったって誰も信じないですよ。なぜかっていうと必ず人間っていうのは比較をするからですね。だったら自分のページ、自分のアプリがいいよではなくて、自分のアプリを比較してるサイトをまずかませてあげる。でそのサイトもこの、ゲーム会社がやってるんですよ。でそのサイトをかませて、いろんなアプリのサイト、アプリがあるけれども最終的にこのゲームが良かったよって言ってそのサイトに飛ばす。これがもう SEO の、そもそも のストラクチャーです。なので皆さんが対策をしないといけないのはオウンドメディアです。自分のホームページは申し込み用にただの申し込みフォームだと思ってください。でその前にある、メディアって比較メディアを作らないといけない。これはブロガーに、比較をしてもらったりとか何でもいいんですけども、こういうふうに SEO 対策を大きな概要として覚えておいてください。で次にじゃあ SEO ってじゃあどうやるの、その比較サイトってどうやって作るのっていう話に入ってきます。でここで SEO っていうのはもう3つだけです。皆さん難しく考えてますけども3つだけ重要なことがありますと。まずその皆さんの、SEO 対策をしたいメディアっていうのは専門性があるか、次に権威性があるか、信頼性があるか、これだけなんですよ。ええと思うでしょ、3つだけ。その通り3つだけなんです。ただ条件が1つだけあります。 YMYL 分野以外の話です。例えば皆さんがね、おすすめのサッカーボールとかね、サッカーボールっていうのは別に、いいんですよ、普通通りに SEO 対策をしていただいていいんですけども、この YMYL に当てはまる分野、例えば Your Money Your Life って言ってる通りお金だったりとかね、命に生命に関わるような情報、例えばコロナの情報でね、そこら辺のブロガーの情報がトップに出てたらこれ皆さん怖いですよね。 Google 怖くなっちゃいますよね。なのでそうではなくて、生命に関わるような情報っていうのは、しっかりと、政府の発表の通りに、政府の、ウェブサイトを上に出したりしますよね。そういうふうに Your Money Your Life で皆さんが何かをやりたいっていうのであればこれは諦めてください。多分、医療機関の情報だったりとか、あとは法務省の情報だったりとか、そういうところが上に来たりします、はい。ただ、そこら辺のサッカーボールの比較ページとかね、そういうものについてはどんどん SEO 対策、今から言う SEO 対策通りにやってくださいということですね。じゃあまずさっき言った専門性の部分からいきましょう。専門性っていうのはどういうふうに Google ってこのサイトが専門性があるかなっていうのを把握してるかっていうと、これ一言です。内部リンクが多いことです。内部リンクが多いこと、これどういうことかっていうと、
例えばライフスタイルメディアを皆さんがやって運営しているとしましょう。ライフスタイルメディア、これ衣食住ですよね。衣類だったり食だったり 住居だったりとかで、衣食住って内部リンクって生まれにくいですよね。だって住むところと着るものと食事、どういうふうにこの1個のメディアの中で内部でのリンク、例えば記事 A、ね、皆さんがブログをやってたとして、ブログの記事 A、B、C、D、 A が B を紹介して B を C が紹介したり C が A を紹介したり、内部の記事を紹介し合ってるこのリンクって生まれないじゃないですか、ね、あまり生まれにくいですよね。ただ、専門性に特化したファッションメディアを運営しているとしましょう。例えばね、皆さんがファッションして、ね、ファッションメディアやってるとしましょうと。で、冬服とかコーデとか色合い、例えばこういうようなファッションの、特化サイトだと、冬服コーデの色合いについてはこちらみたいな、記事の中に内部リンクを埋め込みやすいですよね。季節ごとのコーデはこちら冬服編とかね、こういうふうに内部のリンク、こういうふうに内部でのリンクを増やせるイコール専門性があるよねっていうことですね。これを無理やりね、住居に対しての食事はこちら、どういうことみたいなね、ことになっちゃいますよね。なのでこれは内部リンクが、まず全く起こりません。無理やりつけたとしても読者は読みにくいので離脱して全く、Google に評価しません。なので専門的にある分野に特化したウェブサイトっていうのが、専門性、よってこれは内部リンクが多いことって覚えてください。で、次に権威性の部分ですね。権威性ってどういうことかっていうと、この人の言うことなら信じると誰もが認めるウェブサイトのこと。例えば僕がウェブマーケティングの情報を発信してるっていうのは、僕のウェブマーケティングで当たり前に、ね、あんな大手でウェブマーケティングずっとやってきてるわけですから権威性がある、皆さん信じてくれると思います。ただそこら辺の大学生でね、ちょっとブログやってますね、その人がウェブマーケティングについて言ってるっていうのは、皆さんどっちを信じますか、権威性どっちがありますかっていうと、僕の方があるわけですよね。で、この人のことなら信じるっていうの、誰もがウェブサイトを認めるウェブサイトのこと、これが権威性で、権威性って何かっていうと、同じカテゴリーに対して非リンクや引用が行われている。これどういうことかということですね。で、これは普段の日常生活が重要なんですよ。例えば Google の、ホームページじゃなくて、普段の SNS 運用だったりとか、外部のメディア活用だったりとか、あとは、本を出したりしますよね。あとは、何々免許取得とかね。そうするとブロガーとかライターが同じような記事、例えば竹花高木っていうような、竹花高木について、何か皆さん今書いてくれますよね。竹花高木って調べるといろんなブロガーが僕のことを書いてくれるんですよ。で、竹花高木っていうのはウェブマーケターで何々で何々でって言って、最終的に俺のホームページに非リンクをしてくれるんですね。竹花高木さんの、ウェブサイトはこちらみたいなね。そうすると自身の権威性、いろんな周りのウェブサイト、ブロガーとかが僕のことを非リンクしてくれるわけなので、権威性がアップしてサイトの評価が上がる。でもなんでそもそもこのブロガーたちが僕のことを非リンクしたかっていうと、そのウェブ上以外での、出版であったりとか外部のメディア活動、例えば、1億円寄付しましたよとかね、あとは SNS 運用だったりとか、インスタグラムで僕のことを知ってくれる、 YouTube でこうやって知ってくれる人が僕のことをブログにして、だからそのブログに僕のウェブサイトを非リンクしてくれる、こういう、外部的なリアルな人物の権威性をつなげてきているわけですね。だからいろんな非リンクが起こるっていうのは、こういうオフラインでの活動とかもしっかりしてる人に対して非リンクが起こるわけで、イコール権威性がアップするっていうふうに考えてください。なので皆さんっていうのはブログだけで一生懸命やろうではなくて、 SNS 運用だったりとか外部のメディア活動っていうのが一番、テレビに出たりとかね、そういう活動っていうのはある程度重要になってくるわけですね。これが権威性です。で、次に信頼性ですね。信頼性っていうのは当たり前に特商法の徹底さだったりとか、更新頻度ですね、ずっと2016年の何々ブログで日付更新、インデックスされた日付っていうのも出てますから、更新されてないブログっていうのも Google 全て、追ってますから、更新の頻度であったりとか、あとは直接検索される、直接流入がある。例えばブックマーク、重要な信頼してるウェブサイトって、例えば美容情報でこの人のブログは信頼できるなっていうと、皆さんブックマークしたりしますよね。あとは、竹花高木、ブログとか言って、竹花高木ブログで竹花高木って検索して、そのまま直接検索をして流入したりしますよね。これってなぜかっていうと、僕のことを信頼してくれる、このエステサロンの、ブロガーのことを信頼してるからブックマークをしたりしてるわけですよね。そういうふうにして、Google っていうのは信頼性っていうのをメジャーしてますと。
で、これ全体の構造なんですけども、先ほど言いました通りも、まず申し込みページっていうのがありますね。皆さんが、例えばこの申し込みページというのは予約ページでもいいです。飲食店の予約ページ、エステサロンの無料カウンセリングページ、プライベートジムの、無料体験ページの申し込み、何でもいいですけど、この申し込みページがあるとしたら、この一つのサイトでこの申し込みページに飛ばそうとしても、それはちょっと難しいです。今後ですね、例えばサプリなどの通販でね、サプリを買わせたいって言ってサプリの申し込みページみたいなのあったとしたら、じゃあまず、サテライトサイト、このサテライトサイトっていうのがめちゃめちゃ重要になってくるわけですよ。これ何かっていうと LP ランディングページですね。その商品についてしっかりと金額だったり契約だったり、そういうことを掲載しているページがあります。このランディングページっていうのは、例えばサプリって言っても皆さんが、思うサプリ、例えば価格を気にする人用のランディングページだったりとか、安全性を気にする人用のランディングページだったりとか、いろんな人によってのニーズってあるわけなんですよ。なのでまず大きく分けて、どういったニーズがあるか、サプリって言っても価格なのか安全性なのか、2つで分けてみましょう。で次に、じゃあ、価格を重視している人、これ、低価格を重視している人に対して、このランディングページがあるとしたら、まずカテゴリーページっていうのを作りましょう。カテゴリーね。例えば自社価格なのか、価格の比較ページなのか、市場、通常であればこんぐらいの価格なんだよみたいな、こういう価格。あとは安全性などあれば、うちのサプリの安全性のカテゴリーなのか、うちに安全性、いろんな会社のサプリの安全性を比較したページなのか、あとは危険性を謳うページなのか、カテゴリーなのかっていうカテゴリーをまず決める。でそのカテゴリーに対してバーって記事を書いていくっていうのが SEO を全体的に見たこの構造図です。わかりますよね。例えば、飲食店の予約だったら飲食店の予約があります、プライベートジムに行こうか。プライベートジムの予約があります。プライベートジムに行く人ってまずどういうものを気にしているのか。例えば、駅近のものアクセスを気にしている人なのか、価格を気にしている人なのか、女性専門の、気にしている 人なのか、お尻の、エクササイズをしたい人なのか、痩せたい人なのか、それともボディメイクをしたい人なのかとかね、そういうふうにいろんなものがありますよね。このいろんなものに対して LP を作っていく。だから LP1 個じゃダメなんですよ、ね、こういうふうに、進めてください。で次に記事をじゃあ作っていきましょうって、ね、この記事の部分ですね。記事を書いてきますって言った時に、記事を書くっていう時に記事の制作順序っていうのがあります。これがロングテールのキーワードを把握してください。このロングテールって何かっていうと、ロングのテール、テールっていうのは尻尾ですね。尻尾みたいに長いところを狙ってくださいと。なんでかっていうと、このビッグキーワードっていうのは検索数は多いけどもコンバージョン数が少ない。コンバージョンっていうのは予約とか申し込みとか購買につながりにくい。例えばですよ、後ほど言いますけども、なのでこのスモールキーワードのロングテールになってる、これ検索ボリュームなんですけどね、検索ボリュームが低いところを狙って記事をいっぱい作っていった方が効果的ですよ。ロングテールキーワードを狙っていきましょうね。検索数は少ないけどもコンバージョン数が高いです。ここでおさらいですね。ビッグキーワードっていうのは購買につながりにくいです。いろんな人に見られますけど、でも、ロングテールキーワードっていうのは検索する人は、そのキーワードを検索する人は少ないけども購買につながりやすい傾向にあります。なぜかというと、例えばビッグワードダイエットって調べてる人とか、塾って調べてる人とか、旅行って調べてる人って、ただ塾についてとかね、塾って何、ダイエットって何、どういう種類があるの、別に申し込みにつながりにくそうな人たちじゃないですか。でもどん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 本当にそのダイエットについて真剣なのダイエット今すぐに申し込みたいという人は、どん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 その検索するキーワードっていうのがダイエット口コミとかね、ダイエットサプリとか、またはダイエット口コミサプリとかね、ダイエットエステ東京とかエリアを入れ始めたりとか、本当に探してる人はエリアを入れ始めたりとかね、これもスモールキーワードですよね。例えば学習塾世田谷って言ったら、もう世田谷で学習塾を探してる人じゃないですか。でも塾って言ったら別に世田谷で探しないけども、探しないからコンバージョンにつながりにくいですよね。申し込みにつながりにくいですよね。こういうふうにロングテールを狙えば狙うほどコンバージョン数が上がるっていう傾向にあります。で次に記事を作るときに必ずやらないといけないのは、実は YouTube もやらないといけないんですよ。
YouTube もやらないといけない。でなぜかっていうと、例えば YouTube でね、今僕が SEO のブログを書こうとしてます、書くとしましょうね、ブログでね。でそのブログの内部に今この SEO についてこの説明をしてますね。この説明をした動画を入れるとめちゃめちゃ効果が絶大になります。2019年のアップデートで一番上位表示されたのってどういったブログと記事か、あのメディアかっていうと、しっかりと動画を入れてるメディアだったんですよ。なぜかっていうと、 Google っていうのは2つ理由があります。まず1つ目に 5G によって動画が結構重視されてきてるからです。もう、2時間の動画が3秒でダウンロードできるわけです、見れるわけですから、めちゃめちゃ動画を入れるっていうのはコンテンツが充実してるっていう面でとても評価されやすいです。で2つ目です、滞在時間です。皆さんが興味のある記事とか、皆さんがこれだって探して求めたブログとかを見ると、そのブログへの滞在時間っていうのは長くなりますよね。だから全く興味ないブログに間違ってクリックしていったら、滞在時間って1秒ぐらいですよね。でも本当にこれ全部読みたいっていうブログには1時間でもずーっと読んだりしますよね。なのでこの滞在時間を伸ばすのに、動画を見ると普通に滞在時間15分とか稼げるわけですよね。それが、まず評価につながりやすいです。でなぜこれが、動画が、ね、YouTube カテゴリーとその記事のカテゴリーがなぜ一致してる必要があるのかなっていうと、実は Google っていうのは、僕がこの言ってますよね、この YouTube で言ってるこの言葉っていうのを全て記事にブログみたいに書き起こしてるわけですよ。だから僕が、ブログを書きました、で僕が YouTube を撮りました、この YouTube で言ってる内容とこのブログに書いてる内容ってマッチしてるんですか？ここでマッチしてたら、あ、めちゃめちゃいい内容を、めちゃめちゃコンテンツが充実してるねって Google がさらに評価をしてくれるわけですね。なのでコンテンツの量が重視されてる傾向にあるので、めちゃめちゃいいですよっていう 5G の話と、あと動画の音声は全てテキスト化されてるのでマッチ度も見られてる。だから僕が今SEO に対してのブログを書いて、で次に恋愛に対してのこの YouTube で恋愛何々っていうような話をしてたら、これは全くキーワードがマッチしないので Google は評価しません、動画を貼ったって。でもここで SEO のこと話してて、 SEO のこと書いてて、これが Google の SEO の話してることを Google がガーって文字化して、それの文字が一致してると、これがめちゃめちゃ評価につながる。こういうふうに、知らなかったでしょ、こういうふうになってるわけですね。はい。で、次にですね、めちゃめちゃ、じゃあどういうふうに記事をね、制作していくのかっていう、もう、Do の部分に入るんですけど、ここからはうさぎクラスのみになりますので、うさぎクラスの方、メモと準備、大丈夫ですか？やってみましょう。この情報ね、本当皆さん、ないでしょ、普通にね。やべやべ、書いちゃった。この情報、普通にないですから、必ず学べたって人は、必ずシェアしてください。で、コメント。もう本当にコメントしてください。SEO 学びました。こんなね、Google の to text、ボイス to text だったっけな。スピーチ to text なんて知らなかった。STT ね。STT のことなんて知らなかった。みたいなね、こと、知らなかった。ぜひですね、しっかり、コメントに残してください。あとは、友達にね、ぜひ、僕のね、チャンネル登録、させてあげてください。お願いします。じゃあ、うさぎクラスの方、やっていきましょう。Hey guys, what's up? My name is Sam. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please hit the like button and leave us a comment down below. And if you want to enroll in the MUP College, simply hit the subscribe button and click the bell to be notified whenever we upload a new video. And if you want to learn more about the MUP College, simply follow Takehana's Instagram where he posts daily updates. All right, see you in the next one. Bye bye.